第92回関東大学バスケットボールリーグ2部リーグ第2試合を迎えています。第2試合は駒澤大学対江戸川大学の一戦です。先週2日間日体大そして順天堂大学と2連敗しました駒澤大学です。一方の江戸川大学、こちらは中央大学、大東文化大学に連敗して両チームこの対戦で初勝利を目指します。コート上は間もなくゲームが始まろうとしたところで、駒澤大学はやはり、ここまでですね、先週2試合通じまして、スチールの数が非常に目立っております。17番の中津博也選手、そして18番ポイントガードの前田翔太選手、2人ともスチール1位5本決めています。一方の江戸川大学、こちらはやはりインサイドの強さが目立ちます。キャプテン平子亮太選手はオフェンスリバウンド1位、そして背番号12番大間エリック・ジャガニーはブロックショットで1位ということでございます。今両チームのスターティング5のメンバーが入ってきました。白とオレンジ色のユニフォームが江戸川大学、そしてこれは紺色のユニフォームでしょうか、駒澤大学。順番にスターティング5をご紹介していきたいと思います。さあ順番に紹介していきたいと思いますが、ゲームを進めながらお伝えをしていきたいと思います。大間エリック・ジャガニーと、そして65番ハリウ・ノブヒロのセンターサークリップオフです。ボールは今日は駒澤から、ここはハリウ・中津、そしてパス回していく14番のここは川崎のシュートは決まりませんでした。今度はエドワーです。ゴール下少し詰まってしまいました。1番平井はアンソニー・コリンが今日はスターティング5、そして大間エリック・ジャガリーもスターティング5、安岡龍斗、そして平子亮太も今日はスターティング5です。ハリウのシュート、これはゴール下、ボールは江戸川です。左サイドから安岡龍斗、ここはフリーになった、シュート決めてきました。ファーストポイントは江戸川大学です。今度は駒澤、川崎、そして18番前田翔太、17番中津博也に、もう一度前田です。ハリュウ、ハリュウゴール下からキックアウト、渡辺のシュート決めてきました。ハッショットを決めてきました。駒澤のスターティング5、もう一度整理しておきたいと思います。10番渡辺健太、14番川崎康介、17番中津博也、18番前田翔太、65番ハリュウノブヒロ、さあ今度は江戸川、平井はアンソニー・コリのシュート、これはディフェンスファールでした。江戸川大学、ここでスターティング5をご紹介をしていきたいと思います。今フリースローを打っています。平井は、そして安岡龍斗、平子亮太、飯田博時、そして大間エリック・ジャガニー、以上のメンバーです。ここはしっかり2本決めてきました。平井は先週2試合とも途中からの出場でしたが、今日はスターティング5、前田です。左は14番川崎、キャプテン前田のスリー決めてきました。前田が決めます。今度は井田、これはディフェンスファールでした。18番前田のファール、
フリースローは49番飯田です。先週は9月4日大東文化戦で出場がありました。12分19秒0ポイント1リバウンド1アシスト。今度は駒澤です。5対5。まずは駒澤の立ち上がり、そして中津です。中津から前田、右サイドはやハリュー、シュート決めてきました。インサイドの要ハリュー、2年生191センチの清和学園高校出身、日体大そして順天堂戦ともに2桁得点。安岡龍斗のシュートは外れましたがゴールした。最後は55番平子亮太決めてきました。キャプテン立ち上がり5部でまずはスタートしています。そして前田です。前田のシュート、これはゴール下、どうだ。大間エリック・ジャガニがリバウンドしています。そしてインサイド入れた。ここはディフェンスファウルでした。10番の渡辺健太のファウル。フリースロー23番安岡龍斗。先週2試合、9月3日中央大戦は14得点の6リバウンド、9月4日大東文化戦では17ポイントの3リバウンドという結果でした。今2本目は外れて、今度は駒澤ボールに変わります。渡辺、そして右サイド、ここは17番中津、前田、スクリーンを使ってここは右サイドから回り込むようにキックアウトした。そして10番の渡辺健太のシュートを決めてきました。渡辺健太決めた。今度は江戸川です。平井はターンしながら、ここは3人に囲まれる。ボールはどちら、いや、オーバーエリック・ジャガリンが取った。そして平子から安岡インサイド、これはフリーだと平岩のところですが、これはファールがありました。駒澤10番渡辺健太、これで個人ファールは2つ目ですね。そして平井はフリースロー。まずは1本目決めています。平井は先週2試合とも途中からの出場、土曜日の中央大戦は10得点の3リバウンド3アシスト、そして大東文化戦は9ポイントの3リバウンド1スチール。今度は駒澤です。中津が持ちます。前田、もう一度中津、左は餌川崎、シュートは外れて、ここはアウトオーバーンズ。ボールは江戸川大学です。両チームとまだここまで勝ちがありません。今日勝った方が、この試合勝った方が初白星になります。これはディフェンスファウル、18番の前田のファウル。これで早くも駒澤はチームファウル5つを超えましたので、フリースロー1本決めています。飯田です。2本揃えてきました。駒澤ボール前田、そして川崎、渡辺健太シュート決めて決まりませんが、リバウンドはここは前田が取った。
中津グリーンを使いますがここは中に入れない。ショットブロック8秒、川崎シュート決まりません。リバウンドは淀川、さあ一気に走っていきます。インサイドのところ、これはファールでした。17番中津のファール。そして選手変わります。駒澤は55番大高が入ります。大高は先週のゲーム9月3日の試合で2分12秒出場がありましたが、9月4日の出場はありません。ここはフリースローしっかり決めてきました。13対9。中津です。大高、大高はここはボールコントロールしてどうするか。右サイド流した、渡辺健太のシュートが外れてボールは江戸川です。飯田、飯田から右サイド安岡、安岡スリーポイント、これは決まりません。大高から左サイドパス回して川崎からゴール下、渡辺健太、最後は渡辺健太がゴール下に入っていきました。13対11。平井はアンソニー・コリン、スクリーンを使いながら、ここはウォーマエリック・ジャガリのところですがパスが乱れました。駒澤ボールです。中津、左には大高、ペイントライン入った、ハリウシュート決めてきました。ハリウが決めてきました。13対13、残り3分37秒第1クォーター。安岡から飯田、飯田が持って、そして平井は誰に行く、安岡外から、ここは誰が決めていく、安岡だ、左サイドインサイドを入れて決めたのは平子です。キャプテン、15対13に変わっています。駒澤が決めれば江戸川が決めるという展開になっています。第1クォーター、インサイドキャッチアンドシュートは55番、大高、今度は飯田が左サイドから、安岡です、打ってきましたがこれはリバウンド、駒澤です。さあ一気に前に、これをカットした、安岡からオーバー、もう一回安岡、安岡のスリー、これは決まりませんが、リバウンドは誰だ、ラインを割りまして、ボールは駒澤ボール。そして選手変わります。44番ノートミが入りました。江戸川大学です。残り2分24秒15対15、同点でボールは駒澤です。大阪ハリウシュート、これは決まりません。江戸川ここはよくカットしました。江端から川崎のシュートが外れて、今度は安岡、安岡勝負にいった、これは決まりません。リバウンドは誰だ、これはラインを割っていました。アウトバウンドは江戸川ボール。残り1分55秒、ここまでがっぷり四つの両チーム。安岡です。安岡からキックアウト、飯田ペイントラインに入った、インサイド入れた、安岡のシュートはこれは短かったけどゴール下、どうだ、これはラインを割ってアウトバウンズは駒澤ボールです。
川崎、もう残り間もなく1分30秒を切ります。その川崎に渡った、ここは江端、スクリーンを使う、しかしいけない、勝負にいった、ゴール下、決めたのは17番中津博也、17対15、残り1分20秒、第1クォーター、飯田です。飯田から平岩、そしてインサイドのところ、これはボールカットされました、駒澤ボール、江端から、これはよく手に当てた49番の飯田の手に当たってアウトバウンドは駒澤ボール。そして24番石井俊平がコートインしました。石井俊平、ここまで3ポイント5本を決めています。先週は3日が12得点、そして4日が16得点。ハリウ、そしてここはポストプレー、これは体格の強さを生かしましたが決まりません。そして平岩はこれよく止めた、24番石井のブロックショット、そして安岡の3、安岡が決めました。石井がブロックショットを決めたんですが、その後江戸川大学23番安岡の3ポイント決まって18対17、1点リードは江戸川です。大高からインサイド、これはパスが乱れました。もう残り30秒切ります、第1クォーター。飯田から、そしておっとインサイド、これはファールです。速いパスに対してこれはファール。17番江畑ですか。江畑ファールは3つ目ですね。あ、失礼しました、中津です、中津のファール。今フリースロー外れて19対14に変わっています。ここは大高と、そして飯田のマッチアップ、残り6秒、勝負いくか。大高から最後14番川崎へのパスでしたが乱れたところで、いや残り 2.6 秒残っています。ボールは江戸川です。最後飯田が打った、決めてきました。終了わずか前に飯田が3ポイントを決めて第1クォーター終了しています。江戸川大学、駒澤大学の一戦、第1クォーター終了して22対17、まずは第1クォーター江戸川大学が5点リードしております。